補欠博氏は、東京府出身の日本の馬術選手、実業家、アバロンヒルサイドファーム所属、私立武蔵高等学校、慶応義塾大学経済学部卒業後、日本石油に入社する。補欠が馬術を始めたのは12歳の時にサマーキャンプで、馬に乗ったのがきっかけで、元外交官で、極洋捕鯨の社長だった父親に頼んで一部特権階級だけが、 入会を許されていた東京乗馬クラブに加入、学生時代から選手として数々の大会に出場した。1964年に開催された東京オリンピックに出場し、障害飛び越し個人40位、同団体12位の成績だった。東京オリンピック後に日本石油を退職し、デューク大学大学院へ留学し、経済学専攻修士課程を終了、その後は、 外資系製薬会社 F、ホフマンラローシュ、ジョンソンジョンソンを経て1981年から、同社参加のオーソクリニカルダイアグノスティックスに勤務した。現役時代は、毎朝5時に起きて、馬に乗り、それから出社していたという。35歳の時に、目の衰えを感じたため、同じく乗馬をする妻から、馬場馬術を勧められて転校し、1984年に、 開催されたロサンゼルスオリンピックはついに名実ともに補欠になってしまい出場できなかった。その後の1986年のアジア競技大会ではババ馬術個人団体ともに2位となった。1988年に開催されたソウルオリンピックでは出場権を確保したものの補欠のバ馬する相場が出国権益においてウイルス陽性反応を示してソウルへ 輸送不可となり、出場を断念した。その後株式会社オーソ社長に就任するなど、実業家としても活躍していたが、定年退職後にオリンピック再挑戦を決意し2003年から家族を日本に残した身心で、ドイツのアーヘンで馬術修行に励んだ。2008年開催の北京オリンピックでは、ウィスパーゴーとペアを組み馬場馬術団体、同個人で出場した。 日本選手としては、ソウルオリンピックにバババ術で出場した井上菊子の記録を上回る、史上最高齢でオリンピックに出場し、44年ぶりの出場も史上最長記録となった。また、北京オリンピックに出場した全選手中でも最高齢であった。バババ術個人の一時予選では34位で一時予選落ちとなり、団体では9位だった。 2012年3月1日にフランスビドーバンビドベンでの国際大会で優勝し、翌3月2日に国際馬術連盟が発表したランキングでロンドンオリンピック出場枠を獲得。この結果を受け日本馬術連盟は3月5日に補欠をオリンピック代表に決定した。ロンドンオリンピックに出場し、自身の史上最高齢記録を塗り替える71歳での出場となった。 オリンピック史上においても1920年のアントワープオリンピックの射撃で銀メダルを獲得したスウェーデンのオスカル・スバーンの72歳10ヶ月、1936年のベルリンオリンピックの馬術に出場したオーストリアのアルトゥール・フォン・ポングラッツ・アーサー・フォン・パンリックスの72歳1ヶ月に次ぐ歴代3位の記録となった。ギネスワールドレコーズは東京オリンピックから ロンドンオリンピックまでの出場期間について最長の世界一を認定した。史上最高齢となる出場に関して、補欠は国際大会である程度活躍することによって同年代のいさんの励みになれば、これほど嬉しいことはないでしょうと心境を語った。2013年1月4日には補欠の地元であるメグロ区からメグロ区民営予賞が授与された。 目黒区民栄誉賞は2012年11月1日に制定されており、補欠が第1号の授与者となった。さらに1月8日には、馬術を通じて、永年にわたり、馬事文化の発展及び振興に、特に顕著な功績のあったとして、JRA 賞馬事文化賞功労賞が授与された。補欠制は、戦国時代に、伊予国南部で活躍した、海賊、 補欠氏に由来すると言われる。祖父の補欠工事は、愛媛県北上国吉田町出身で、広瀬実子の姉をめとり、南谷公使社長、南洋協会長。父の補欠工太は、皇典総領事館、ベルリン大使館勤務を経て、外務省調査局長、局用捕鯨社長、会長、山品町類研究所専務理事等を歴任、妻に翻訳家の北条源氏がいる。 ありがとうございます。